Huge Vision Go! どうも、リュウイチです。今回ですね、こっから始めていきます。今回のお題はですね、これですよね。金運豚ということでね、この豚肉をね、これバラなんですけど、とんかつ用なんですけど、これをね、ちょっと焼いてね、食べていきたいと思います。それでは早速ね、炭火の方がね、なかなかいい感じでついたんで、これをね、出していきましょう。結構年季入ってるからね、これもね。で、こっちに寄せておいといて、炭をね、ちょっと寄せましょう。これはもう、熱い。メガネ外します。すごい。それではね、ちょっとね、網をね、乗っけてみましょう。ね。よいしょ。よし。じゃあね、この間にね、網がぬくもるまでの間にですね、まずこのラップを剥がしてね、味付けでね、ちょっと塩コショウとかね、振ったりねしていきたいと思います。今回はですね、わさびとですね、あとマヨネーズ、塩コショウ、まあ、この3種類ですね、味は。で、焼く分にですね、まず最初にあのマヨネーズをつけて焼く分と、塩コショウをつけて焼く分と、で、その塩コショウをつけて焼いた分に、今度はあのわさびをですね、つけて食べようじゃないかということで、それでご飯も食べていきます。それでは早速ね、ちょっと適当な大きさにカットして、ね、やりにくいっちゃやりにくいですね、マヨネーズを2切れ分ね、マヨネーズ、マヨネーズ、はい、こんな感じでね、マヨネーズがね入ったね入れ物、これであえて焼きます。そしてですね、またこれ塩コショウをちょっと振りましょうか。
ね、こうやって塩コショウを振りましてとね、さらに反対側もこれ後で片付けるとしてこうやってね、うん、もうちょっとこうね、でまず最初にですね、うん、これいってみましょうか。で、焼いてる間にですね、さっき用意したこれね、うん、これわさびをね絡めてみましょう。あ、わさびじゃないやマヨネーズをね、うん、これで焼いて食べるとね美味しいんですよね、うん、よし、こんな感じでいいかな、うん、で、ちょっとね、この先をね、拭き取りましょう、うん、何でも採用している、このペーパーでね、よっしゃ、おっと、危ないよ、まあね、マヨネーズはね、水でね、洗えますから、でですね、マヨネーズをねつけて食べなきゃいけない、あ、マヨネーズじゃないや、今度はわさびですか、わさびをねつけて食べたいんで、わさびも用意してね、よし、はい、ちょっとね反対側見てみましょう、もうちょっとですね、もうちょっと焼きたい、いやー、30度ぐらいかな、今日気温が、日が照ってるとね危険な暑さになってたんですけどね、36度とか、うん、まあ言うてもね、この炭火の前だとねそこそこ暑いんですよ、ほらこんな感じ、暑い、で、こっちのカメラもね、ほら、こんな感じ、どうしましょうかね、どうしましょうかね、トングで掴んで、もうそろそろ切っときます？これでね、チョキチョキとね、めっちゃ熱いっすよ、めっちゃ、それで今度はこれでね、よくやりましょう、よし、4本のせちゃおうね、このマヨネーズをあえたやつね、マヨネーズを焼いたやつを、もうこれはいい、この辺いっときますか、ね、
ですよ。でね、はい、もうご飯はねこうやって用意してますんで煙でね顔が映んないってやつ。よ、そろそろ行ってみますか。この辺なんかいいんじゃないですかね、うん、わさびをねつけて最初いただきます。いただきます。うん、いいですね、おいしい、あんまり、うん、あんまりね、おおいいね、こもういい、あんまり焼いちゃうと硬くなるから、うん、ちょっとねいい感じの肉汁がねもう上がってる。これもういい、もういいね、ほらこんな感じね、こんな感じですよね、美味しそうでしょう。で、ここに置いといて、こうやって置いといてね、このマヨネーズのやつ、ほーら、いい感じに焼けてますよ。ほーら、この間にちょっといきたい。でこれ塩コショウしただけなんですね。ほらね、こっちのカメラもほらね、じゃあいただきます。うん、うまかー、最高、ほんとうまかわ。まずな、で、うん、もうちょっとね、ちょっとこれカリッと焼きましょうね、うん、で、わさびをね、わさびをつけてからのパク、うん、うまいね、うまかばい。ん？どうかな？もうちょいだ。うん、もうちょい行きたい。うん。いいね、うん、昼間こういうのいいですね、ほんと。どうかな、どうかな、どうかな、ほらほらほらね、もう一つおまけに、ほら、もうちょっと行きましょうか、もうちょっとね、うん、とかなんとか言いながら、こっちはわさびをつけて、うん、うまか、
うん、あ、いいんじゃないですか。うん、ちょっとご飯の上に乗っけましょうか。こうやってご飯の上にね。どうですか、ほら美味しそうでしょう。じゃあね、ちょっとこれいただいてみたいです。お、すごい、これはね、うまかー。どんぐらいうまいか教えましょうか。あのですね、まろやか、これはね、いいよ、マジで。うん、これは美味しい。うん、あの塩コショウを振ってない状態でマヨネーズにあえて焼くと、これ最高。うん、大丈夫。うん、トゲがない。うん、味にトゲがない。うん、何でも試してみるもんですよ、ほんと。頭切れてるじゃないか、うん、ブラウン管かな。うん、熱い。で、ね、わさびをたっぷりのせて、こんな感じね。うん、これはねめちゃめちゃうまかーって感じですよいやー、美味しい。ちょっとマヨネーズがね少し余ってるんで、これね、本当はこんなことしたくないですけど、こう少しね、こうやってちょんちょんってやってね、そのまま。よい、やっぱりね、事前にね、前もって下準備であえて、そして焼いて食べた方がね、マヨネーズ豚バラ、うん、これは最高ですね。うん、うん、もうなということですね。もうお時間となりました。もしこの動画がよろしければ高評価よろしくお願いします。そしてまだチャンネル登録がお済みでない方、説明欄よりチャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。パソコンでご覧の方、エンディング中チャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。それではまた、さよなら、さよなら、さよなら。マジうまい、ほんとマヨネーズおすすめですよ。